ああ、小学校小学校の時の給食懐かしいね。うーん。まあ、全部は覚えてないよ、そりゃ。うーん。ああ、アセロラゼリー出たね。アセロラゼリー出た出た出た。あれ美味しかったよね。人気あったしね。あ、ミルメイクあったあった。ミルメイクね。あれなんか途中からちょっとだけさ、グラム数変わったよね。ちょっと減ったよね、グラム数ね。細かい。細かすぎてわかんない。あ、やっぱり <laughs>。うーん。 懐かしいね。ああ、やっぱカレーとかそうだよね。人気あるよね。カレーは今でも人気あるんでしょだって。うん、カレー人気あるよね。あー焼きそばね。焼きそばもめっちゃあれ。そうそう。焼きそばの時ともなくなっちゃったもんね、すぐね。うーん。プリンとかね。プリンだとさ、あれ一個足りねえ。一個足りねえよ、今日。やべえ、これ。今日人数分ねえじゃん、これ。なんで誰か食べたろ誰2個取ったの 食べちゃったのそれとも誰いや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 。あったよ。あったあったあった。マジであったよ。うん。あー。んああ下津カレーじゃないやっぱり。あれ人気なかったんじゃないうん。なんかね、食べられる人は美味しいって言うけどね。あ俺もあれダメだったな。なんか下津カレーの時はさ、やっぱりさ、結構残っちゃってたもんね。うん。 残ってた残ってた代表下津カレーには悪いけど残ってた代表になっちゃってるよねうんでも好きな人は好きなんだしさやっぱり美味しいんじゃないやっぱりフォローするわけだよフォローしてるわけだよこれうーんうーん,うーんそうそうそう学校のさ小学校の時の給食っていうさガチャガチャがあったのだから一回だけやってみてうーんちょっと開けてみようかな もうね、中身見えてるよ、これ。なんだろうね。中身見えてんのになんだろうねって言っちゃってるけど。はい、これね。なんだろうね。ご飯。ご飯とかハンバーグだね。もう、だから何って感じだけどね。だから何って感じだよね、本当に。うーん。 まあこんな感じのガチャガチャねうーんまあなんだろうね昭和の20年30年40年50年60年20年から30年40年50年60年代のね給食がね並んでるっつねああ給食食べたいよねうーん給食給食食べたいねうーんうーん